先週春の選抜出場校が決まりました。石川県からは星稜と航空石川の2校が選ばれました。中でも被災地輪島の航空石川の選出は日本中の注目を集めています。木志地区は星稜高校、敦賀気比高校、日本航空の石川高校を選出しました。能登半島地震で学校が使えなくなり、今月中旬から山梨県で合宿を行っている航空石川。運命の時を山梨で迎えました。元日の被災から先が見えない中走ってきたチーム、さまざまな思いが込み上げます。私も17年輪島に住んでいますが、もう全てが変わってしまって、今も能登の方にはやりたいこともできなかったり、本当に苦しんでいる人はもうたくさん自分の周りにもいます。まだ避難所生活している人もたくさんいるので、そんな中でも少しでも元気な姿といいますか、一生懸命やっているところを選手たちには思い切ってやってほしいですし、そういうところが少しでも届けれればなというふうに思います。やっぱり苦しい思いをたくさんしましたし、仲間と一緒にやってきた今まで本当にきついことを思い出したら、やっぱり涙が出てきてしまいました。喜びの知らせを聞いた輪島市民は、今の被災地のみんなに力になるように頑張ってもらえれば、それでありがたいですけどね。